はい、いつもご視聴ありがとうございます、サックス奏者の黒田正幸です。続きました、バイオンシリーズとうとう来ました、第5バイオン、第5バイオンね、ちょっと難しい。正直できるようになっちゃえば何で難しいのそんなにって思っちゃうけど、僕もちょっと練習しました、知らなかった時ね。あんまり覚えてないんだけど、多分6週間ぐらい、かかったんじゃないかな。最初のうちはね、なんでそのバイオン練習がなんでいるんですかってね、僕も知らんかったんでね、教えてもらって、あ、いるんだって思ってね。で、それから頑張って練習しました。そうするとね、大体最初やっぱりね、できなかったよ。第5バイオンね、なかなか出なくて、もう出なくてもいいかとかね思ったところもありました。でもね、大体6週間ぐらいで、そうね、時間にすると、大雑把に月曜日から金曜日まで毎日1時間ちょっとぐらいかなとかいう感じ。今1時間でももっと短かった日もあるだろうしね。で、大体そんなぐらいの練習を6週間続けてみたら、あ、なんだこういうことかっていうことが分かりました。で、分かっちゃったら、あとはもう全然練習 してないからできなくなっちゃいましたということがないです。一回もないです。なので、僕よく例えて言うんですけど、これはね、自転車と一緒。自転車乗れない人にとってみると、自転車がどうして乗れるの、車輪2個しかないじゃん、なんで倒れないの、不思議でしょうがないね。でも自転車乗れちゃう人は、なんで自転車あいつ乗れないので、仮に3年とか5年とか自転車乗りませんでした、で5年ぶりに自転車乗ってみた、多分乗れるよね。ね、そういうもんだと思ってくださいね。で、この第5バイオン非常に面白いですね。じゃあやってみましょう。よいしょ。いつも通り、皆さんがお持ちの楽器とそんなに大して変わらないものを持ってきてます。で、マウスピースも、なるべく標準に近いもの、柳さんのラバーのマウスピースを使ってます。リードは3番ちょっとぐらいかな。で、第5番をまず出してみましょう。まずね、最低音 B フラットから説明します。いつも通り、これでパームキーのレ、これと同じ音が出ます。Bフラットから出した第5倍音で、第5倍音っていうのは、もし第4倍音をドだとするとミに相当します。超3度、分かりやすいミ、ドレミのミね。で、第4倍音が出せますよと、ここまで見てる人はね、第4倍音出せてると思います。出せてない人はまだ見ないね。見てもいいけど、第4倍音がきちんとマスターできてから、挑戦してほしい。で、第4倍音がドだとすると第5倍音はミ。だから5、4と下がるときはミド。だから分かりやすいね。ドレミは、ドミソ、ドレミじゃない、ドミソはね、やっぱ分かりやすいね。ドミソは何回も聞いたことあるでしょ、ドミソね。だからこれはね、もうはっきり言ってね、ソルフェージュなんです。ソルフェージュってそのね、なんちゅうの、指示された音を歌うね。で、最初は何か楽器使ってもいいしね。で、僕も絶対音感じゃないんで、なんか基準の音がないと何がどうだか分かりませんね。相対音感で、
まあ、移動度に慣れてる人はいいんだけど、絶対固定度に慣れてる人はね、ぜひねちょっとね難しいのかもしれないけど、移動度慣れてほしいなと思いますね。で第4バイオンが土だとすると第5バイオンは実、これね覚えておいてください。ちなみに、第4バイオンが土だとすると第3バイオンは草。だから3、4、5上がるときは素、ド、ミとなります。素、ド、ミ。ちなみに第2バイオンと基本はドです。だからド、ド、ソ、ソ、違うド、ド、ソ、ド、ミ。今ね、気温2、3、4、5、4、3、2、1ね、こういう風に、吹きました。で、ド、ド、ソ、ド、ミね、これをね、もうこれがね、公式だと思うよ、算数でいうところね。で、他の気温が変わればそれに応じて変わっていく。だからそれだけの話だから、ここはもう要するにドミソなのね、この辺りで話で言えばね。で、第5倍音出にくいんです。あれは出ません。これはね、まあ、こうしたら出るよっていうね、こうなんていうか、劇的なアイディアっていうのはね別にありません。これはどれだけ真面目にそれに取り組んだかっていう時間の累積です、ね。やってない人はできません。やってる人はそのうちできます。どれだけ真剣にやったかっていうので変わります。で、一生懸命やってるんですけど何年経ってもできませんっていうのは、本当はあんまりやってないか、やり方っていうか、そもそも理解してないのか、あるいは何らか特別な方法を用いているか、例えば噛んでみましたとかですね、まあ分かんないけど、まあ通常吹く時にはしないようなことをして、挑戦しているので、いつまでたっても出ないっていう可能性はあります。で、正直その辺もやっぱりこれはね、ミンと分からん。まあお便りをいただく、お便りっていうのは最近はお便りじゃないんだけど、メッセージとかね、そういうのでねもらうときはね結構あるんですよ。で、全国の皆さんからいや頑張ってるんですけどね出ないんですよとか言われても、どのくらい頑張ってるのか見てないし、知りません、わかりません、ね。ただ言えることは、そんな特別なこと別にしてませんよね。バイオンを出すからこうしましょう、ね、別にしてません。で、あとね、最近 YouTuber でサックスをしている人増えてきました。で、いろんな先生の、YouTube 僕も見てますが、明らかにおかしいという人はやっぱりいます。で、まあ、もしかしたら僕もそれ言われてるかもしれないけどね、黒田先生もなんか YouTube やってるけどなんか間違い多いよねとか言われてることもあるかもしれませんが、まあ、それはちょっと棚に上げて言うんですけども、少なくとも倍音出すときにオクターブキーを押しましょうなんてのは大嘘です。これはやめましょう、ね。これはね、何の訓練にもなりません、ね。まあ、押しても押さなくても出ますけどね。今のね、ミドミドミドって5-4、5-4、5-4と出していたんですけども、これがね、うまくいかない、第5バイオンうまくいかないっていう時はね、さっきの第4バイオンと同じ、第4バイオンがね、本当はちゃんと出せてないんじゃないんですかっていうのをね、疑いましょう。ね。
真半分にきちんとねできていってるっていう状態だと、もうね、第4バイオンできた時点であとちょっとのとっかかりで第5バイオンは出ますよ。確かにそこに壁があるのは否めない。ちょっとまあ普通に吹けるんですよ、ってねいう人が挑戦して、まあすんなりじゃあ何も練習しなくて出ますかっていうとちょっとは練習いりますね。僕もだってその6週間かかったっていうねのがありますし、6週間でまあ時間にして何時間よっていう話ですよね。まあ1時間練習したとして1週間に5時間でしょ、5、6、30時間、30時間じゃんね、30時間もうちょっとやったかもしれないけどね、まあまあ平均したらそんなもんじゃないですか。30時間もあればできるとね。でまあ1日に集中してやるともっと早かったかもしれないけど、それは分からんけどね。まあ月金って話したらその演奏の仕事もあるの で、その他にはレッスンとか、土日はレッスンとか多いじゃないですか。なので自分の練習ってそんなに大してできてないんですよ。で自分のために避けられる時間っていうのが、それはねもう正直サラリーマンの皆さんと一緒ですよ。お仕事終わって帰ってこられて、で防音室のある場合とかね、どっか行ける場合とかね、で今だったらテレワークでお家でお仕事されるわけじゃないですか。でまあお仕事終わってからその練習できますよねっていうのが、まあ言ってもまあ1時間取れたらまあそれは御の字だとは思いますよ。ただそんなに大した違いないと思うんですよね。まあ確かに そういう方が、その普通のお仕事の方よりは多いとは思いますよ。ただ自分のために使える時間っていうのはそんなめちゃめちゃな違いはないですよ、ね。なので、まあ、やる気次第でそれなりに、まあ、お仕事にもよりますけどね、毎日午前様なんですとか、本当ご苦労様だと思います。はい。でまあ、そういう方はねいると思いますけども、累積時間30時間ぐらいかな、まあ、僕の場合で言えばね。だから長くかかる人でも60時間もあればできるんじゃないでしょうかと。そんな何年もかかるような話じゃないね。まあ僕が拝見した中で、まあ、できる方っていうのは、できるようになった方っていうのは大体 2,3 ヶ月っていうのが多かったように思います。でそれ以上かかる方はそもそも楽器に触れてない方が多かったですね、うん。だから楽器に触れる時間が少ないのでついつい違うものを吹いてるんでしょうね、というふうに、まあ、ご本人はそのようにおっしゃってました。はい。なのでまあ同じような感じでまあできないんではないかなと想像はするんですけども、とにかく楽器に触れてください。で、第5番はそんなに甘くもないです。やっぱりやらんとできない、いつかできるでしょうっていうスタンスだとちょっとあれかなと。集中しましょうね。で正直第5バイオンさえものにすればその上はまあそんなに練習はいらないかなね。これは一番大きな山だと僕は思ってます。でもうちょっとこう何か役に立つことを喋ろうと、ちょっと吹きますね。出ない人ね、嘘でも何でもいいから、まあ、出てほしいっていうのがあると思うんですが、第3バイオンと第4バイオンを繰り返して練習するね。3、4、3、4、行ったり来たりやってるとたまに間違えて飛び越えてたまたま5番が出ました、第5バイオンがたまたま出ました。でもその時は第4バイオンを大体吹こうとしているので、あ、違う音が出ちゃったとかやめるんですよね。やめないで。注意深く練習して、3、4、3、4ってやってたら、まぐれで第5バイオンが出ちゃうっていうことはあると思う。で、僕はありましたからね。で、それが出た時はそれを伸ばす。伸ばしてる間に、あ、こういう感じなのかっていうのを身につけてもらう。
ね、覚えておいてもらう。この回数を増やすごとに、だんだん、なんですかね、あれができる、第5バイオンが、まあ、喉の形が分かるようになってくると思います。で、喉の形としては、この辺はもうね、いいでもいいけど、ヒーの方がいいかもしれないね。まあ、ビビたるもんだけども、ヒーとね、歌いましょう。ね。で、このぐらいになってくると、もう男の人の場合は、ファルセットでいいと思う。なので、ヒーとね、歌う。こういうことをね、やると、喉の形が身についてくると思います。ね。で、3、4、5でこうドミソが出ますので、エクササイズとしてはドミソを使ったエクササイズ、ね、ドミソでできた曲とかね、あると思いますので、そういうのを吹いていくということをする。で、あとは、第5バイオンでね、このね、レ、レのシャープ、ミ、この3つをね、第5バイオンで吹けるようにしてもらう。ここの3つでいい。ね、これはね、第2バイオンの時からの蓄積で、これでね、もう少し後でまた動画を作っていこうと思いますんで、ここまで練習していただきたいと思います。それでは今日は第5バイオンについて、お話をさせていただきました。で、次回の動画もまた楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。